おはようございます。今日も一人でね、神奈川県の津久井湖に来ました。最近なんかこういうね、ガチの釣り場一人が多いんですよ。実は昨日ね、来ようと思ってたんですが、ちょっと大雨と大風の影響で断念しまして、ももちがまた悔し涙を流しております。しかしね、僕は次の日の今日、この雨が降って好条件なね、津久井湖で巨ベラを狙って頑張っていきたいなと思ってます。でちょっと釣り場まで移動してみましょう。すごい雰囲気ですよ、ほらこんな感じ。じゃあ改めまして、今日は神奈川県の津久井湖に来てます。だいぶね、昨日の大雨大風で大増水してて、魚がだいぶ接岸してきてます。もじりもだいぶ本当に近場でだいたい12、3尺ラインぐらいでもじり始めてるんで、今日はなんとなくいい思いができるんじゃないかなと思ってます。本当はね、昨日であれば僕とももち2人で来て、もしかしたらももちにいい魚を釣らせてあげられる予定だったんですけど、まあちょっと今日僕いい思いしようかなと思ってます。いやー、なんかね、初めてのところなので、まあ試行錯誤しながら、この津久井湖、5月を過ぎてきちゃうとだいぶ減衰してきてしまうらしいので、本当に今4月の半ばチャンスだと思ってます。なのでできれば尺半前後の魚をね、中心に狙っていきたいなと思いますので、皆さん今日も楽しんでいきましょう。それではね、大自然の中で調光する津久井湖、よろしくお願いします。今日僕がやる釣り場です、沼本ワンドね。結構沼本ボートさんの駐車場で駐車料金を払って、こう100メートルぐらいかな、歩いてきたところなんですけど、この流れ込みがあって、多分魚がね、集まってきてるんじゃないのかなと僕思ってます。ちょっとメジャーなところからは離れるんですけど、まあ撮影もやるので邪魔にならないように、こちらちょっと離れた場所でやっていこうと思います。それじゃあ津久井湖始めます。今日は11尺、そして道糸2号のハリス1号、ハリは10号かな。そして餌は、開く餌、敷き綿から入ります最初。棚はね、ちょうど1メーター歩かないかぐらいです。でだいぶ底も安定してて、左右ばらつきもないので、なんか魚がいればしっかり食ってくれそうな気がするんですけど、なんか食わせるのが難しいらしいんで、頑張っていこうと思います。記念すべき1投目。結構ゴミが湖畔に多いんで、なんかこう長い田物絵とか、あとはこう絵をつけるこうノコギリの絵とか、そういうのでこう少しこうゴミを払えるような道具があるとすごくいいかもしれないです。あれ、もう触ってる？あれハリスはちょっと浅いけど長めで50の40。怪しい。早速触りをいただいてるんですが、これを食わせるのが難しいらしいです。今底釣りやってますけど、もしねだいぶ底釣りが調子良くて中でもいけそうだなと思ったら、マッシュの中釣りもねやってみようと思います。こんな入り際から当たることある？食わいませんね。食
食わないね。こんなしょっぱなから触りもらっちゃっていいんかな。もっと厳しいのを想像してたんだけど。これが春のつくい子ですよ。桜が今満開ですから。このナブさん、いやでも生命反応もらえただけいいっす。マブ釣れも早すぎ、まだね 2,30 分しかやってない。これがつくい子のマブナさんです。かわいいしょ、細いね。でもよう引くわ。このさ、間に竹があるからさ、これ潜られちゃうと結構きつい。道と切れちゃいそうで怖くて。でもやっぱり2号にしてるからね、思いっきり力技で引けるからなんとかなりましたけどね。ありがとう、はい、元気な。ヘラよ、いつ来てくれんだよ。いや、いつ来てくれんだよっていうか、まだね30分ぐらいしかやってないから楽しいわ。二等連チャンでマブナさんだったんで、もう嫌です。でもマブナがバーッと釣れてヘラが混じるっていう風に教えていただいたんで、マブナ釣り切っちゃいますから。ちょっと眩しくなってきたからサングラスかけるか。
マフラーやだ。マブだよな。お、ちょっとヘラに近づいたか。半ベラっぽいぞ。あ、いやいや、マブだ。ちょっとね、マブナばっかりが続いちゃってるんで、少し30分ぐらい床休め。今ちょうど9時5分なんですけど、9時半ぐらいに再開したいと思います。もうマブナのあたりはええねんっていう感じっすわ。でちょっと床休めします。30分。きつ。じゃあ床休め3、40分してからの打ち始め。すごい目の前にゴミが溜まっちゃって、ちょっと履けようと思ってこう棒とかでね波立ててたんですけど、なかなか脱ぎません。ちょうど今日風もあんまり吹いてないからね、動かないんですよね。マブです。じゃあちょっとマッシュ団子を作っていくんですけど、前にマルキューさんの動画で出てたマッシュ団子200、粉末マッシュ100、カルネバ100、水250の餌を作っていきます。くー、頑張るよ。グルテンも一応作っておきますね。下張りに使えるかもしれないんで、マッシュのチューブに行きます。
いや、なんとね、X でいつも仲良くしてもらってるあきちゃん、あとそのお友達の金子さん、お会いしましてですね、いろいろとなんかお手伝いをいただいちゃいました。ご助言だったりね、ちょっとこれ積んないとまずいなっていうことで真面目にやります。積んないとまずいっす。そしてね、金子さんから相模湖名物のクリームパンもらっちゃいました。これ食べながら頑張ります。マブちゃんか、さっきアキちゃんさんにゴミ拾ってもらったから浮きが見やすくなって速攻釣れた。でもマブか、マブです。でもいける。今日はマブオンリーでした。もうマブ僕30匹ぐらい釣ってます。嘘、はい、そんなかけたの。すごいね。もう嫌ですね。嫌になってます。あ、僕はマブ5ですから大したことあげないけど。いえいえ、そんなことないです。お疲れ様でした。あ、はい、お疲れ。ヘラだ、うん、これヘラですか。あ、うわ、これハンですよね、うん、うわ、今一瞬顔見てヘラだと思った。これハンですよね。でも一番ヘラに近いですね、今日の中で。俺の中ではとりあえずもうちょっとまだできるんで、うん、あれですけど、これ今ね、水少し上げてきてるっぽいんで。あ、本当ですか、うん、今日はね、俺ずっとマブの顔しか見てないから。ちょっとヘラっぽい顔が、ちょっとヘラっぽい顔が。本当にまあ36、7っすね、うん、いやー惜しい、惜しい。あ、ごめん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 、ありがとうございます。ごめんごめんごめん、惜しい惜しい惜しい、もうちょっと。大体いつも4時ぐらいにやめるんですか、釣りは。 ここですか。はい、ここは俺午前中でやめちゃいます。大体もう午前中で釣れちゃうんです、本当に。そうなんだ。じゃあ今日はおかしいですね。そうなんですよ。だから午前中で大体 2,3 個拾って。マジかよ、そんな釣れんのかよ、ここ。全然釣れねえ。このちょうど今、金谷さん座ってる席、みんな大好きな。あ、そうなの。流れ込みがあって、みんな魚来るとも知ってる。いいとこ入ってんのに、今日はマブナ。
コくんが入ってるところが、はい、結構渋い時はたまるんですよ、魚に深いんで。かここなんですよ。なるほど、ね、あとさあの常連さんがやってるあのちょっと張り出した岬のところ、はいはいはい、この岬は安定してますよ、絶対ヘラ出る。今日も出たんですか？うん、出てました、2、3枚。お、皆さん大体帰られたんですか？多分帰ってる人もいると思うんですよね。金子くんとかは多分ギリギリまでやると思うんですよ。6時とか、うん、これからこれからってずっと言ってるんですよ。いや、本当にこれからだと思うんですよ。餌ちょっと作ろうかな、25cc。 お、持ってってる持ってってる。よし、ヘラだ。それヘラ、絶対ヘラ。ちょっと待ってください、網でかいやつがいて、でかいです。やばい、それ絶対ヘラ、それ絶対ヘラっすよ。それがつくいこのヘラっすよ。よし、でかいでかいでかい。あ、マスだ。ブラックカムお願いしちゃっていいですか？マジ？ブラックでした。あの、そんなことあります？いや、ないですよ。ちょっと待ってくださいよ。あの、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。あの、いろいろと。あの、すごい取れたか。あの、今日何なんすか、今日。いやー、プリプリ。皆さん、これ、多分50はないけど45はありますよね。見てください。ちょっとどういうこと？ほんと、お前何グルテン食ってんだよ。ありがとう。ありがとう。本当にそんなことあるんだ。初めて見ました、バス。いや、俺こう釣ったことないですもん、これバス。俺これでヘラ釣ったら最強じゃないですか、今日。あれかな、マブ追っかけてたのかな。口食ってましたね。食った。すげえ。いや、ヘラより貴重。嘘、今のでダメ。終わりにしましょう。お疲れした、お疲れした。今のでダメか。お疲れした、ありがとうございました。いえいえ、すいませんでした。全然大丈夫です。いや、ちょっと謝んないでくださいよ。いや、ちょっと惜しかったっすね。いや、もうちょいしたね、こっち側ね、多分。もうちょっと後だな、これ。いやー、でも楽しかった。いやー、すげー勉強になりました。いい。